売春。売春とは、対価を得る目的の成功である。春、情愛の比喩を得るためにそう呼ばれる。対価を得る、側の性別は問わない。売春を仕事として従事する女性を、娼婦、売春婦などという、男性については、男性の呼び名が使われることが多い。なお、大義語の、売春は、売春というのが、元来の読みであるが、売春との区別が、 音韻上つかないので、音韻区別するために、回春と読むことが多い。両方を含めて、売買春、売買春と呼ぶ。売春を行う女性は、古くから存在する職業とされる。職業とは、人のみが行う社会的かつ文化的栄意であり、富、付加価値の交換により形作られる、経済活動の手段としては、売春がやはり人類最古の職業の一つである。 現代の売春とは、取引契約に基づくものであり、売春の歴史とは売春仲介の歴史でもある。また、売春という職業が成り立つためには、貨幣経済の浸透と、家父調整や、嫁取り婚が成立していないといけない。ヨーロッパでは古代ギリシャ以降になる。史上初めて管理売春すなわち売春を、国家の登録制度のもとに管理し、 公認したのはギリシャのソロンと言われ国家によって女性の奴隷を購入しディクテリオンという売春施設へと入れたローマ帝国でも売春中開業者は法的な認可を受け届出をするだけでなることができたため売春は広く行われていたしかしローマがキリスト教徒の迫害をやめそれを国教としたことを受けて売春を禁ずる法が登場するユスティニアヌス法典は 売春仲介業者の責任を問い、売春夫たちを不幸な運命から救い出すことを歌う画期的なものであった。キリスト教が普及するにつれて、売春を含めた性の問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春は愚か婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。 公助領族を保つためであり、税収を確保するためであった。中世に入って、キリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルル・マーニュの直令は売春の完全な禁止を、謳っている。こちらは業者へは、少量の罰金刑を課し、売春婦を、だらな女だとして、広場で無打ちに処すなど重い罰を規定している。このように近代まで、国家は、 売春を料理的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても、女性を監視し、縛り付けるものだとする、廃償論が出現するのは20世紀以降のことである。そして、就業を業をはしるための婦女は大会取り締め、二つぜきする国際協定が1904年に採択され、就業を業をはしるための婦女、売買禁止。 二つぜきする国際条約が1910年に制定され、1921年に国際連盟によって、婦人及び児童の売買禁止にぜする国際条約、1933年に青年婦女子の売買の禁止にぜする国際条約がそれぞれ採択された。さらにそれらの協定や条約を統合する形で人身売買及び、 他人の売春からの搾取の禁止に関する条約が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発行した。万葉集の時代から日本でも売春は行われていた。ただし、古代に見られる売春は、とでの目にすることができる。日本において売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには、 鎌倉期においても、妻まどい婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の拡張性や嫁取り婚は未だ浸透していなかった。平安時代と同じく母方の父が優位という、執権政治の形態が続いていたことからも明らかで、ある。座や町州などによる市の支配の確立と、僧侶性や嫁取り婚が成立するまでは、広がりを見せない。特に、安土桃山時代に、 豊臣秀吉が大阪道頓堀において遊女を一箇所に集めた遊郭を作って以後、江戸時代にもこうした遊郭を設置しており、特に吉原遊郭、島原遊郭、新町遊郭は三大遊郭と呼ばれるほどの流星を誇った。ただし、遊郭は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。明治維新以後もこのような遊郭は存在していたが、 転換点となったのは1872年、明治5年である。この年、マリアルーズ号事件が発生し、日本政府は、ペルー戦績の帰戦船内における、中国人、黒人クーリーに対する扱いを、虐待死刑事件として、日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において、被告側より、日本が奴隷契約が無効であるというなら、 日本において最もひどい奴隷契約が有効に認められて悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは、有助の役場であるとの主張がなされた。この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県御礼、大江拓は、日本政府は近々交渉解放の準備中であると、交渉廃止の声明を発し、1872年10月2日、迎唱議会法令が出された。 これにより、ゼゲンによる遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意志で営業しているという建前になっただけで、前借金に縛られた恐怖という実態は変わらなかった。また、この時期に、数多くの女性がゼゲンの圧線により、日本の農産漁村から東アジア、東南アジアなどの海外に渡航し、遊郭で働いた。こうした、 海外渡航した女性たちはからユさんと呼ばれた。このように海外への渡航を手配した税源として、有名な人物に村岡伊平寺などがいる。戦後の1946年、昭和21年、日本の軍政を担当していた GHQ は、交渉廃止指令を出し、助給による売春を行う赤線を除いて遊郭は廃止されることになった。また、上記、 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約を批准するための国内法である売春防止法が1五十六年昭和三十一年五月に公交付1五十八年昭和三十三年四月一日に施行されこれによって赤線も廃止されることになったしかし風俗業界がトルコブロと勝手にネーミングしたことからトルコ人留学生 ヌスレット三クリが当時の厚生省、現厚生労働省に名変更の訴えを起こし、名称が総プランドに変わった事例がある。近年、世界的に売春は合法化、解禁の流れがある。アジアでは、太陽国、中華民国、台湾で合法化され、中華人民共和国でも合法化が検討されている。ヨーロッパでは、 売春自体は合法である国家がほとんどである。ただ、圧戦を違法としている国家も多いが、2000年にオランダが圧戦を含む売春行為を完全に合法化したのを、皮切りに、デンマーク、フランス、スイス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドなども圧戦合法化に踏み切っている。ギリシャ、ハンガリー、チェコなどにおいても合法で、オーストリア、オーストラリアなどでは、 外国人が働くために売春詐称で合法的に滞在許可を得ることができる。2015年には国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが売売春の合法化、合意に基づく成人の性的労働や成人同士の間での合意に基づく性の売買を支持する方針を決定した。以下、合法化を検討している諸国も含めて各国の状況を外説する。 合法化、解禁の理由としては、性病対策、性犯罪対策などが挙げられる、各国の合法化については各説を参照。太陽国や中華人民共和国などアジアでは、現在でも、特に地方での貧困から、少女、少年が、都市部の闇で売春をするケースが多く、エイズなどの性感染症が蔓延し、大きな社会問題となっている。太陽国では、 性病の蔓延を防ぐため、衛生管理を徹底し、かつ税収を確保する目的で、対王国政府許可の下での管理売春が合法化された。ドイツでは、圧戦を伴う売春を完全に合法化し、売春地帯を一定の場所に隔離し、ドイツ連邦共和国政府が、性病管理をすることによって、性病が減少したとされており、対王国は、ドイツ連邦を参考にしたと言われる。 1946年に GHQ が出した交渉廃止指令により赤線を除く遊郭は廃止され、1958年に施行された売春防止法により赤線も廃止されて、売春の圧線や売春をさせる方をなすことは刑罰の対象となっている。ただ、売春自体は禁止され管理売春や勧誘、圧線などの売春助長行為は、 売春防止法で刑罰の対象であるが、個人の自由意志で行う単純売春は刑事罰の対象とはなってない。1999年、平成11年には18歳未満の児童と成功することなどを禁止する児童売春、児童ポルノ禁止法が施行された。これらとは別に各地方公共団体が定める条例によって法的規制がなされている場合もある。 アメリカの人身取引報告書2016年によると日本では組織的な売春ネットワークが地下鉄、若者のたまり場、学校、インターネットなどの公共の場で脆弱な日本人女性及び少女を標的にしている。日本人特に家出した10代の少女や外国人と日本人の間に生まれて、 日本国籍を取得した児童及びその外国人の母親も性的搾取の人身取引の被害にさらされ、援助交際や JK 女子高生ビジネスが日本人児童の性的搾取を目的とする瞳取引を依然として助長している。日本政府は2016年に児童売春の捜査を728件行ったと報告しており、 売春に関与させられたとして警察が認知した児童は518人であった。また日本は性的搾取の人身取引の被害者である男女及び児童が送られる国であり、被害者の供給、通過国で強制売春の被害者は契約開始時点で借金を負っている場合もある。売春宿の運営者は、そこが悪いとして罰金を被害者の当初から ある借金に加算することがある。また、日本にある複数の組織は、日本人の父親とフィリピン人の母親との間に、生まれた児童とその母親日本国籍を取得し、日本へ移住するために、手数料を取って支援すべく接触し、日本入国後、これらの組織の役務を受けたことにより負った借金を返済するため、性的搾取の人身取引の被害者となる母親と、 児童もいることなどが報告された。2016年に日本人男性は依然としてアジアにおける児童売春旅行への需要の大きな源泉の一つであり、アメリカの人身取引報告書が日本への勧告として海外で児童売春旅行に参加する日本人の捜査、訴追、有罪判決、処罰を積極的に行うことを挙げている。また日本人男性は 他のアジア諸国、特に、タイ、インドネシア、カンボジア、フィリピン、及び頻度は低いもののモンゴルへ渡航し、児童の商業的性的搾取を行っている。警察庁は、東南アジアにおける児童の商業的性的搾取に関する事案の際を、タイ、カンボジア、フィリピン及び、インドネシアの警察と共有している。売春は違法である。一方で合法化も検討されている。 しかし、新華社の発表によると、国内の売春婦の数は二百万人に上ると言われており、彼女たちの総収入額は八兆円に上ると言われる。その多くは、貧しい農村の出身である。農村での生活よりも都市部での売春に従事する、方が豊かな生活を送ることができるため、都市部に出稼ぎに来て、売春に従事する女性が多いとされ、近年では売春の組織的圧戦には、 死刑が適用されるほど重い罪となることもある。しかし、貧富の格差が原因となっていることから、売春の根絶は困難となっている。2011年に各都市の風俗エリアの内部における売春が合法化された。2004年に性売買特別法が施行され、売買春が禁止された。その前年の2003年に、売買春業の規模が24兆ウォン。 約2兆4千億円で GDP 比で約4%、20代以上の女性25人のうち1人が売春行為をしているという調査結果を刑事政策研究員は公表していい。2007年に行われた実態調査では、韓国の風俗産業の経済規模は GDP 比で約6%で約27万人が従事しているという結果が出ている。 ワールドアトラスドットコムによると、韓国一人当たりの性売買支出は世界3位。売春行為を厳しく取り締まる、性売買特別法の施行にあたり、約3000人の売春女性が集まり、生存権を保障せよとのデモ活動が行われ、2008年にも生活が苦しくなった売春女性たち約300人のデモ動画、発生している。なお、 2004年に施行されたこの規制により、最盛期に300件あった風俗店は2008年には100件余りに減ったという。また2011年には、売春婦たちによって、規制撤廃を求める大規模なデモ活動が首都ソウルで行われ、裸になった売春婦たちは街に火をつけたり自らガソリンをかぶるなどの自慰行動を外国メディアの前で言った。 2015年9月には4000人の女性が集まり、売春の合法化を求めるデモ活動を行った。2013年には、2010年に女性家族部への国政監査で、金玉議員、女性家族委員会所属が、韓国外で売春をする韓国女性は日本に約5万人、オーストラリアに約2500人、グアムに約250人とみられ、 全世界では10万人余りと主張していたと報じられた。また、同記事では、ソウル大学国際大学院のチョン・ジェウォン博士による報告における、韓国外での韓国人客に対する韓国式風俗店の広がりや、米国における外国人売春婦の割合も掲載されており、1位は韓国人で23.5%、2位はタイ人で11.7%という結果も、 掲載している。売春は違法であるが、目立たずに行われているとされる。1996年売春防止禁止法により、経済的もしくはその他の利益を得る目的で売春を行うことは、性別を問わず禁止されている。ただし、刑事処罰はないので事実上黙認されている状態となっている。売春は、相手が18歳以上の場合に限り合法である。 18歳未満を売春した者は、1年以上3年以下の懲役刑及び6万バーツ以下の罰金刑、15歳以下は2年以上、6年以下の懲役刑及び12万バーツ以下の罰金刑となる。終戦、誘引者は、18歳以上の終戦は1年から10年の懲役刑、18歳未満の場合さらに厳しい罰則になっている。客引き、客待ち、 印刷物配布行為も罰金刑に処される。売春は刑法では禁止されている。なお、結婚証明書を持たない独身男女がホテルの同室に二人だけで宿泊すること自体が違法である。売春の現場であるホテル等へ警察が乗り込んできて、売春をした者、客及び圧旋業者まで全て検挙し、罰金、懲役刑等直罰が下される。外国人が 客の場合は、法定手続きが未熟なため、検挙されると、パスポートを保管され、処分が決定されるまで出国できなくなるほか、事件が新聞に実名入りで掲載される場合も多い。高知民主などの大都市部では、夜10時頃を過ぎると、バイクに乗った商婦が街を徘徊するようになる。彼女らは、現地で、ホンダガール、ホンダガールと呼ばれている。また、娼婦を装い、 ホテルの部屋で客がシャワーを浴びている暇に金品を奪って逃げる例が多数ある。現地でミニホテルと呼ばれるホテルが売春に使われることが多い。なお石原慎太郎は1960年代に南ベトナムを訪れた際、自らの自動売春について著書に記述している。売春に対する扱いは曖昧である。しかし2009年1月26日、 シュトプノンペンのルッセイイコールカエウクチロウイコールチョンバー町刑事警察のユアンイコールチャンター副所長は男性がお金で成功を買うことは非合法ではないとの見解を示した。オーストラリア人男性が金銭の支払いで売春婦と揉めていたところ警察が調停に入った。この調停は非合法なのではないのかとの議論が起きた時に警察関係者が売春が合法であるとコメントした。 ソマリーマムは人身売買、自動売春に反対する活動を行い世界的に有名である。売春は違法である。しかし売春宿等はあり、ミャンマー人女性はタイなど外国への売春婦の主要な供給源にもなっており、売春は女性と子供に影響を及ぼす社会問題ともなっている。売春自体は禁止されていない。しかし客引きは違法とされ、 売春に関しては曖昧な扱いがなされている。売春に従事する女性たちは法的な保護を十分に受けられない環境にあり、過酷な環境下で労働しているとされる。ネパールなどの貧困地域から騙され、連れられてきて売春を強要されている女性も多い。2007年にインド最大の売春府支援団体インド売春府会議カミットフォーインドミタブルウィメンが売春府を 法律上の接待業者として扱うように政府に要求する集会を開き、約5万の個人や団体が参加して、売春婦を接待業者として合法化すれば、彼女らは売春婦の名に恥じる必要がなくなる。より多くの権利を享受することができると訴えた。インド売春婦会議によると、インド国内には約1000万人の売春婦がいる。売買春は合法である。組織。 施設、勧誘行為の規制は、州により異なる。売春が合法化されている州では、株式市場に上場している売春や土企業もある。合法化を推進したのが、キャンベラの女性市長である。売春を違法にしたところで、貧しい人たちがいる限り売春はなくならないし、モラルを押し付けておきながら、 福祉を充実させずに貧しい生活を感受せよというのは金持ちの身勝手であるとの反発もあり合法化した。売買春合法化したことで売春に従事する女性たちは社会保障を受けることができ賃金を踏み倒されることもなくなり性感染症の衛生管理も向上する。そういった点で女性議員たちの指示を受けたのが合法化に成功した理由と言われる。 オーストラリアと同様の理由で合法化された。ただし、合法的に売春するには、ライセンスを受ける必要があるとされる。1999年の刑法改正により、18歳以上の売春は完全に合法化された。それ以前も事実上黙認されていたと言われる。いわゆる賠償は少ないとされ、多くはサロンやマッサージ店のような場所で売春行われている。 売春婦は約6000人おり、3割が外国人であると言われている。2000年に16歳以上の売春が完全に合法化され、一般の企業と同様の活動が可能となった。アムステルダムなどの主要都市に、売春宿、隠語で飾り窓と呼ばれる野外省、隠語でタチンボとバレルが多数存在し、毎日朝から深夜まで料金等の交渉が行われている。 脅迫などにより売春を強要される女性がいると指摘されていることから近年売春強制の罰則が強化されている。これに対し移民は仕事を確保することが困難であり自らの意思で売春に従事する人が多いと言われる。売買春は合法で自治体に登録することで営業することが可能となる。EU の自由化により外国人売春婦が増えているとされる。 売春合意年齢は16歳であることから、現在18歳未満であっても売春が可能である。ただ、18歳未満がブランド品を買うために体を売る、ブランドセックスが問題視されており、売春合意年齢を18歳に引き上げるべきとの議論がなされている。なお、イタリアやフランスの売春合意年齢は18歳、ドイツは21歳であり、スイスは特に若いことが指摘されている。 中立市では市街地から売買春の場を隔離する目的で2013年に市郊外にスイス発の売春専用ドライブイン警備付きの市営売春施設を設けた施設は柵で囲われており自動車で飲み入れる施設内には生産業従事者らが自分たちを売り込むための場所がありそこで顧客と価格の交渉が行われ合意に至れば9つある通称 セックスボックスに車を止めて、性交渉を行う。ドイツでの取り組みを参考にしたもので、これにより、チューリッヒ市内中心部での売春は禁止になった。2002年に売春が合法化された。売春合意年齢は21歳とされている。ベルリンだけでも700もの売春宿があり、売春婦の数はドイツ全土で40万人と言われる。売春合法化したことにより、 セックス税が得られるようになった。また、2006FIFA ワールドカップの時には大きな売り上げを上げた。ただ、2000年代後半、リーマンショック以降の経済不況の波は、ドイツの売春産業にも大きな影響を与えており、価格が低下していると言われ、近年では多様化により、外国に支部を持つオーナーも多くいる。2016年、売春婦の保護強化のため、 コンドームの着用義務、前科ある売春宿経営者に対する調査、売春部屋で売春婦が生活することの禁止、売春婦とカウンセラーとの定期面談の義務などを盲臨だ、法案がまとめられた。議会で承認されれば2017年7月に施行される。売春は合法で、路上や店舗で活動するためには営業免許証が必要とされる。 海外からの移住性労働者のための滞在ビザ、つまり、売春ビザもある。売春ビザで働いている場合、売春以外の職種、ダンスショーなどに従事することも裁判で認められた。売春、売春宿の経営は合法である。チェコの EU 加盟により、従来最大で24時間近く待たされた、国境通過が容易になったとされる。そのため、 トラックドライバーを主な顧客とするオーストリア国境地帯の売春宿の多くが廃業したと言われる。ドイツ、オランダの合法化に伴い、ベルギーにおいても、圧線行為や売春宿の経営等も合法化された。それ以前は、売春自体は合法だったが、圧線行為等は違法とされていた。ベルギーでは一部の都市で売春宿経営は認められており、売春婦は、 個人労働者として登録することになっている。1958年に売春防止法が施行された。ただ、売春の圧旋や売り込みなどは違法とされているが、売春行為自体は適法であり、売春合意年齢は18歳である。イタリア政府は、政府公認の売春公認地域の設置や、売春合法化を検討しており、8割の国民が、 賛成しているとの世論調査結果が出ている。現在、イタリアの売春婦は7万人で、多くが外国人とされる。法的には、外ポ本引き、売春宿及び売春組織の形成は違法である。しかし売春すなわち、性的なサービスの代価に金銭を受け取ること自体は、合法であるという判例がある。したがって、個人が、 新聞やインターネットで広告を出し売春をすること、インディペンデントエスコートは完全に合法である。これに対し、2016年4月6日、フランス国会元老院は売春行為に対して1500ユーロの罰金を課す法案を可決し、それまで売春宿の経営や戦行動での勧誘の禁止といった売春者側への規制、 および18歳に満たない者との売買春などを除いて合法であった売買春は違法となった。2008年、フランス在住のジャーナリストのか田聡里によると、女子大生が生活費を稼ぐために売春するケースが増えているとされ、その数は4万人に上ると言われる。彼女たちの多くは貧しい家庭の出身であり、社会的な成功を夢見て、勉学に励んでいるが、 労働法令により労働者の解雇が困難なフランスでは労務者の数を少なく抑えようとする傾向がありアルバイトを探すことが困難となっているため彼女たちが勉学を続けながら収入を得ることは難しい上、パリでの生活費は一般的に高いと言われそれがインターネットを利用した売春が女子大生の間で流行している原因であるとされる売春は合法であるただ 売春宿の経営については、規制が設けられており、新規出店は難しいため、マッサージ店に偽装する店が多いとされる。多くは、貧しい移民たちが、生活費を稼ぐために売春に従事している。売春自体は合法であるが、街頭での客引き等の行為は違法で、規制も厳しいと言われる。売春宿を経営するためには、市の許可が必要となる。アテネ五輪の際に、 逸話特事を見込んで、アテネ市が二百三十件の売春宿の新規許可を出したことに対して、北欧諸国から五輪の精神にも取るとして非難が起きた。いわゆる人身売買が一部で盛んに行われているが、二千十三年五月に、イモ州にある元は、孤児院や妊婦の保護施設だとされていた家屋で人身売買を目的にした、いわゆる 赤ちゃん工場が摘発されることが発生した。この事件において、14から17歳の少女に対して、妊娠行為を行ったことを認めた23歳の男と、この家屋を警備する55歳の男が逮捕されたほか、少女たちと乳幼児11人は保護された。少女らが妊娠、出産した乳幼児は、売買目的で第三者に譲渡しようとした可能性もある。 国家レベルでの全面禁止はされず、州の裁量に任されているが、ネバダ州以外では禁じられている。ネバダ州でも一部の許可地域以外では禁じられている。とは言うものの、レンタカーを借用して、林間事件を起こした兵士に対して、レンタカーを借りる金があれば売春婦を買えばよいと、発言した軍の交換が更迭されたのが、国家の姿勢である。サンフランシスコでは、 売春取り締りにかかる費用が莫大な額に上るため、費用節約の観点から、女性の意思に基づく売春であれば、事実上黙認するとの運用が検討されている。売春は適法である。しかし売春禁止法により、圧戦行為や売春宿の経営、売春で生計を立てることは違法とされているため、成人の女性が、バイトで単発的に行う売春のみが合法とされる。 ただ、実際は、圧線行為等は事実上広く行われているとされる。カナダの HIV、エイズの法律化ネットワークリーガルネットワークは2005年12月13日、この法律が、セックスワーカーの健康と生命を脅かしおり、廃止するべきだとする報告書を発表し、会員議員、リビー・デイビス、リビー・デイビスを中心にこの問題についての議論が継続されている。 売春は合法である。実際には目立たない形で広く行われている。性風俗業はいくつかの形態で存在している。一種の高級バー、ホステスを連れ出しセックスする。ラスコンデスやビタクラといったサンチアゴの新興地区にあり、主に外国人観光客を相手としている。チリ人が利用することは少ないと言われる。 アパートの一室で売春を行うサウナと言われるもの、一粒子にも目立たないような内容の広告が出されるほどメジャーなものであり、外国人のみならず一般のチリ人も利用する。外傷などの形態がある。売春婦の多くは、売春しか、生活の糧を稼ぐ手段がない貧しい層の女性で、あると言われている。2007年には売春婦であるマリア・カロリナが、チャリティーのために、 2時間の成功為をオークションに出品し、話題となった。売春は合法である。売春の広告を出すことは違法とされるが、一般新聞の広告欄には堂々と掲載されている。売春婦は、プータ、別称であるため放送禁止用語と呼ばれ、貧民層出身の女性が、生活費を稼ぐために仕方なく売春を行っている、ケースが多い。しかし現実には、 予期しない妊娠によって男に捨てられ子供を育てるため売春業に参入する場合も多い。国内ではマフィアによる組織売春や奴隷売春なく原則として自由業である。このことはブラジルにおける売春の利益が他国と比べて小さいことによる売春は違法である。しかし放置されており事実上黙認されている。メキシコ国境付近のマチティフアナでは 条例により売春婦に保険証を交付したり、売春宿の衛生管理に市が介入することを認めた。メキシコでは、こうした例が多いため、事実上売春は合法であると指摘される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。